ルームメイトうさぎ系ヘタレ男子やっていきたいと思います。どうもしんやんです。で、前回の続きって続きかな、前日たらしいんですけども、ペンフレンドの、まあ、次の作品ですね。で、やっぱこう目引くんだよな、イラストがうまいよね。はい、ということで、じゃあニューゲームからやってきます。はい、どんな感じになる？アテンション、本作品に明るめの SM 的要素、またかロザリアさん、張り切ってんな相変わらず。前回の主人公ボコボコにやられたかんな。あら、森の奥、深い深い森の奥にひっそりと立つ小さな隠れ家、なんだろう、このグリム童話始まりそうな感じ。僕たち4人の奇妙なルームシェア生活は、今日もこの、なんだこれ、偏僻な場所から1日がスタートする。こんなところでルームシェアしてるの楽しそうだな。いや、部屋いいな、豪華だな、イケメン。またベルストル、それじゃあ留守番頼んだぞロサ。あ、出てきた、いきなりロサ。服装は、あ、前回と一緒だね。ちょっと立ち絵が変わったかな。任せなさい。行っちゃった。女の人一人、まさか。行ってらっしゃい兄さん。オルバー、オルバー、お前オルバーか。え、ちょっと男3人に女1人は危険なんじゃない。はいはい、行っちゃった。ショタだね。なあエリオット、やっぱり今日も学校行かないのか、引きこもりなのかな。はう、まあいい、勇気が出たら頑張ろうな。うん、なんかあったのかな、いじめかな。お、泣いてる？いや、照れてるだけ。二人とも最近はお仕事忙しそうね。あ、社会人か、学生かと思ったわ。今日はステーキでも焼いてあげようかしら。ステーキいいね。あれ、話を返事してくれないね。ところでエリオットくん、仕方？お、いや、もういきなりかよ、早いよ、まだ開始何秒これ、2分しか経ってないけど。え、ズボン脱ぎなさい。え、脱ぎなさい。ね、早い早いよロザさん。でもいいから脱ぎなさい。怖っ。はい。何顔をあからめてんだお前、喜んでんじゃねえだろうな。前回の主人公も相当喜んでたからな。ふん、やっぱりそこに隠してたのね。何を？私が昨日つけてたブラジャー。お前、おい、下着泥棒かよ。しかもこのゲームに出てくる主人公、ちょっとろくでもないやつが。え、でもな、この子はなんか思春期男子って感じだからな。まあまあまあ、こんな美人なお姉さんがいたら、いや、あまり理解はできないけども、まあそういうのもあったりするのかな。どういうつもり？これはその、落ちてたから元に戻そうと思ってズボンの中隠すなし。だからその、相変わらず嘘をつくのが下手なのね。来なさーい。何される気だ、またムチ打ちなのか。大丈夫これ、放送規制入らない？ああ、またなんかベッドから、いや、また叩かれてる。もういいよ、もう喜ぶ主人公もういいよ、お腹いっぱいだよ。はうーじゃないよお前。僕はベッドにうつ伏せに寝かせられ、両腕を高速具でギチギチに縛り上げられた。もうお兄さんたちタジタジで、音とこんななってると思わないでしょ。僕の腕を縛り上げる拘束具はしっかりとベッドに固定され、どんなにもがこうと身動き一つ取ることができない。ああ、全く可愛い顔して飛んだスケベね。本当だな、わざわざ脱衣所からブラジャー盗むなんて女の敵を増す。そうだな、確かに。ごめんなさい、我慢できなくて、ついこのご褒美おねだりで盗んでたんじゃないだろうなお前。許してください、何でもしますから。許さないわ。あら、許されない、お仕置きしてあげる。喜んじゃうって、ロザの周りこういうやつしか来ないのかな。すごいボッコボコ、音が、あーじゃないよ。ねえ、俺が読んでるんですけどこれ。ロザさんは容赦なくうつ伏せになった僕のお尻を強い力で引っ叩いた。音パンパンじゃなかったよね、ゴンゴンゴンだったからね。ドンキで殴ってる的な音だったけど。大丈夫、お尻まだついてる、取れてない、どう、激痛でしょ。せいぜい痛みに苦しみながら悔い改めなさい。ああ。僕はあまりの痛みに思わず身を震わせた。ロザさんのお仕置きには手加減など少しも感じられない。まあ悪いことしたしな。ああ、僕はなんてことをしてしまったのだろう。反省してんのこれ。もう何もかも終わりだ。一時的な欲望に負けて取り返しのつかないことをしてしまった自分を恨む。だけど、もう何もかも手遅れだった。これで僕は憧れのルームメイトであるロザさんに嫌われてしまったに違いない。いやでも意外と大丈夫なんじゃない？ロザさんそういうの好きっぽいし。ああ、なんてことをしてしまったんだろう。こんなはずじゃ。え、何？もう一度食らいなさい。容赦ねえ。お尻腫れ上がっちゃうよ、もう。椅子座れないね、明日は。はうーじゃない。
いや本当痛がっている、苦しんでいる、喜んでるようにしか聞こえないんだけど。野田さんのお仕置きは止まるどころかより一層激しくなっていく。半端ねえ。僕はか弱い小動物のような甲高い悲鳴を上げながら強烈な痛みに耐え続けた。そうなの、なんか小動物っぽい声を上げてたの。え、そんな時だった。何、あーやばいんじゃない、これまた目覚めたんじゃない。僕は次第にあることに気づき始めた。あれ、なんだか、いやもうほんとド M オチの主人公多いんだけど、もうやめろって、もういいよ、気持ちいいかもじゃないよ、ほんと。あら、朝まで尻叩かれてたの。いや、BGM が和やか。はぁ、あ、美人のお姉さんにお仕置きされている。いや、こいつ絶対またやる。幸せかも。そういえば聞いたことがある。世の中には痛めつけられて興奮する変態がいる。お前だな、あと前回の主人公。彼らはマゾヒスト、俗に M と呼ばれているらしい。なんで痛みが快感に変わるんだろうね。ちょっと理解できない範疇なんだけども。まさか僕が。いや僕は決して変態なんかじゃ、いや変態だ。だけどロザさんに痛めつけられて嬉しいのは確かだった。やべえ。あわよくばもっともっと痛めつけられたい。不覚にもそう思ってしまった。何嬉しそうにしてんのよ。そうなるわな。まさかもっと叩かれたいなんて思ってるんじゃないでしょうね。まさかそんな、いや思ってるだろお前。そうです、いや正直者、認めざるを得なかった。認めるなし。だってロザさんにもっと叩かれたいのは事実だったから。もう開き直りやがった。とんだ変態さんね、本当に。そうね、私の奴隷になってお金を貢いでくれたら考えてあげてもいいわよ。またこのパターンか。え、500ユーロでどうかしら。そんな大金僕には無理だよ。500ユーロどんぐらいだろう、5万円ぐらいなのかな。借りなさい。とんでもねえ。お兄ちゃん大人気ファッションモデルなんでしょ。それに知ってるわよ。彼が弟のあなたにだけは甘々だってこと。まさかブラコン、変態にド M 野郎にブラコンなのか。わかりました。なんでその張り切ってんの。500ユーロ持ってきます。あら本当にできるのかしら。まあせいぜい頑張りなさい、期待してるわよ。これで貢がされたあれか、日本に来たのかな。お兄ちゃんどまい。これが彼女と僕の主従関係の始まりだった。僕とロザさんのアブノーマルな秘密の関係。アブノーマルとか言ってるし。もちろんあの二人には内緒だ。もうあの二人も餌食なんじゃない、実は。ド M 三兄弟みたいな。お、その夜僕は兄さんの部屋を訪ねた。イケメンだよな、兄ちゃん。このお兄ちゃんも尻叩かれてんのかな、実は。どうしたエリオット。兄さん、お金貸してほしいんだけど。お金？何か欲しいものでもあるのか？まあそうかな。いくらだ？500ユーロなんだけどさ。500ユーロくらいならまあいいか、貸してくれる。貸すっつうか、やるよ。かっこいい。どうせ貸したところで学生のお前じゃ返せねえだろうし。え、いいの？でもあんまり変なことに使うなよ。やめろ兄ちゃん、変なことにしか使わないから。ありがとう兄さん。これで尻叩かれるとか思ってんだよ。どうしようもない弟だよ。ロザさんの言う通り兄さんは弟にはまあまあだった。自分で言うな。それに500ユーロなんて大金をあんなに軽々と渡せるなんて、さすが大人気ファッションモデル。いくら稼いでるのかはわからないけど相当稼ぎがいいに違いない。兄さんは美形で高身長で、おまけに頭脳明晰でしっかり者。すごいね。今年有名大学を卒業して、今や一世を風靡する大人気ファッションモデルとなった。才色兼備な上にね、カリスマ性もあると。僕にとっては自慢の兄さん。僕はそんな兄さんを誇りに思っている。そんな兄さんの弟はド変態。悲しい。だけど、と、その一方で僕は兄さんの活躍を見るたびに、そこはかとない虚しさを感じていた。ああ、劣等感ってやつか。はあ。尻叩かれてたらな、余計劣等感感じるよな。どうして兄さんはあんなにかっこよくて優秀なのに僕はこんななんだろう。まず尻叩かれるの喜ぶのやめてからだな。あー、イラストがいい感じ。すごいいいねこれ。ねえねえ、あの子知ってる？あ、これいじめの現場かな。私のクラスのエリオットくんって言うんだけどさ、かわいいよね。信じられる？あの大人気ファッションモデルベルストル様の弟なんだって。いいじゃん、顔立ちもいいしね、弟くんだって。全然違和感ないと思うけど。嘘でしょ？全然似てないじゃない。びっくりだよね。いやいやいや、顔のパーツしっかりしてるよ。しかも似てないのは見た目だけじゃないのよ。なよなよしてて女の子っぽい趣味してるし。いいじゃん、可愛くて。
いつもビクビクしているし、まるで肉食動物に怯えるウサギみたい。いいじゃん、ウサギかわいいし、うちには飼ってるよ。ああ、確かにメルストル様と似ても似つかないわね。ああ、ちょっと期待してたのにな。なんかこうプライド高いっていうか、なんていうか、女子嫌い。お兄様はあんなにかっこいいのに、あ、ここの女子嫌いだわねえ。いつもそうだ。ファッションモデルの弟はきっと兄に似てかっこいいのだと勝手に期待されて勝手にがっかりされる。僕は何もかもが兄さんと真逆だった。身長も低く顔も波で、おまけに頭も悪く気が弱い。そしてド M な。僕はそんな兄さんとの違いが何よりのコンプレックスで、次第に引きこもりがちになった。まあでもこういうのってあるのかもな。劣等感か。お、コミカルな BGM が。翌日、ロザさん。うわ、キリッとすんなし、お前。なんだこの星マーク。え、ロザさん、お金持ってきました。これで尻叩いてくださいと。あら、上出来ね。さすがベル君、たくさん持ってるじゃない。あの、ロザさん、約束通りもっとひどいことしてくれるんですか。その上を狙ってる。前回の主人公とちょっと違う。前回の主人公はちょっとずつちょっとずつ目覚めたけど、こいつも一発で目覚めたね。さらに上を求めてるからね。いいわよ、来なさい。ハートマークやめろし。朝から、昼間から、超元気。いや、音はうーじゃないよ、お前。僕は壁に貼り付けにされ、壁に貼り付けに。そんな道具持ってきてたのか、ロザさん。ロザさんに何度も蹴りを入れられた。いて、いて。ロザさんの蹴りは手加減などなしに僕の体をいたぶっていく。僕はあまりの痛みにふぬけたような情けない声を漏らしながら悶絶した。何のラナレーションしてるんだろう俺。さすがド S の女王様。そうだな。たとえ男の弱点だろうと、ロザさんは容赦しない。痛え痛え、やめてあげて。僕は意識が飛びそうなほどの激痛に悶絶しながらその刺激を堪能した。いや、お前すげえよ、上級者だよそれ堪能できたら。幸せだ。いや、参ったわ。こうして僕は幸せなひとときを過ごした。打たれ強いね。ロザさんの奴隷になってからというもの、僕は心なしか以前よりも生き生きとしている。痛めつけられる刺激が、こき使われる刺激が、まるで僕の落ちぶれた心を浄化しているようだ。叩き直されてるんじゃない。そのまま引きこもりやめれたらいいね。もっともっと刺激が欲しい。いや、お金求められるよ。僕はロザさんにひどいことをされるたび、自分自身がド M の世界へと深く落ちていくのを感じていた。クラスメイトにも正直に発表してみる。僕ド M に目覚めたんだって。お、お兄さん。あ、もう一人のお兄ちゃん。なあ、オルバー、あの女、ロザがここに来てから2週間になるが、お前はロザのことどう思う？普通にいい子だと思うよ。あら、この反応見てると2人とも尻打たれてるイメージじゃないね。俺はどうもあの女を信用できない。分かってんじゃん。尻打たれてるよ、弟。妙に怪しくないか？下手するとあいつもパパラッチかもしれねえぞ。いや、それよりも立ちが悪い。実際過去にハニートラップを仕掛けてくる女のパパラッチも何人かいた。全部かわしたが。すごいな、お兄さん。考えすぎだよ、ベル君。僕にはロザさんがそうだとは思えないけどな。そうだな、そうではないね。だけどな、仮にあいつが白だったとしても俺たちにとっては他に困ることあるだろう。何？そもそもこんな偏僻な場所で暮らし始めた理由は何だったか思い出してみろ。え？何？もっとなんかやばい理由があんの？それはベル君のパパラッチから身を潜めるためでしょ。あ、そうなの？それだけじゃねえ。え？俺たちには決して世間にバレてはいけない秘密がある。それをバラされれば、オルバ、お前も晒し上げられるぞ。ベル君。え、何やってんの一体？悪人なのか。いいお兄ちゃんたちかと思ったけど。そこまで僕たちのことを考えてくれてたんだね。大丈夫、仮にロザさんにバレても僕が口止めしとくから。それでうまくいくかな。本当な、わからんね。お？だが何より一番心配なのは、エリオットが完全にロザのことを信用しきってることだ。分かってね、エリオット。兄ちゃん、お前が心配だぞ、いろいろと。お兄ちゃんの心配をよそに尻打たれて楽しんでるぞ。また朝から？昼間から？どっち？ところでエリオットくん、少しだけ気になったんだけど、あなたのお兄ちゃん、ベル君はどんな女性がタイプなのかしら。あれ、これ危険か？うーん、それがよくわかんないんだよね。ブラコンなだけで、なんつーの、エリオットが好きなんじゃない？違うかな。告白されたことは何度もあるみたいだけど、なぜか兄さん全部断ったんだ。同じモデル事務所の美女に告白されても兄さん全くなびかなかったらしくて。あー、ブラカンっぽいな。すごいブラコンっぽいな。
一体どんな人がタイプなんだろう。なんかエリオットな気がするよそれ。そう、オル君は？オルバーはもっとよくわかんないや。オルバーの恋愛話、ここまで一度も聞いたことないし、待て、これまでだったわ。ふーん、やっぱりそうなのね。聞かせてくれてありがとう。いや、恐ろしい女。ってことはエリオットを落とせばって思ってんだろうな、きっと。エリオットを服従して他の二人もか？エロザさん、どうしてそんなこと聞くんだろう。好きな女性のタイプを聞くってことは、ロザさん、あの二人のことが気になるのかな。いやだ、そんなこと考えたくない。だってロザさんは僕だけの女王様なのだから。こいつはこいつでだいぶ期待してるな。お？次の日、今日も兄さんとオルバーが仕事に出かけると、僕とロザさんの秘密の関係が始まる。お金なしで叩いてくれるの？エリオット君、コーヒー入れなさい。めちゃこき使われとる。はい。パシリだね。お、今度はなんだ？エリオット君、私の部屋掃除しなさい。はい。うん、楽しそうでいいけどさ。僕はこうして毎日ロザさんにこき使われた。ロザさんの命令は僕の都合など全く配慮されていない。すべてが彼女の思い通り、彼女の都合通りなのだ。だけど決して嫌なわけじゃない。もうタフだなお前。ロザさんの命令に従うことこそが僕の生きがいだ。ロザさんに期待されている。ロザさんに必要とされている。もっともっとロザさんの奴隷として務めを果たしたい。お、なんだ急に。だけどそんなある日、僕はロザさんから重大な命令を与えられることになる。お兄ちゃん二人か、きっと。エリオット君、命令よ。あの二人をどうにかしろじゃない。金借りてこいかな。はい、何でもします。ええ、結局金だね。どっちにしろ私にダイヤモンドを貢ぎなさい。え？できなければこれが最後の命令になるわ。どういう意味かわかるかしら。あなたがこの命令を果たせなければあなたは自由の身、奴隷解放、そういうことよ。まあ普通の一般人だったらね、逆にプレゼントしないんだろうけど、奴隷として扱われたいからプレゼントしたくてしょうがないんだろうな、エリオットは。そんな、私の奴隷のままでいたいのならせいぜい頑張りなさい。どうするの？お兄ちゃんたちさすがにダイヤ買う金は貸してくれないんじゃない？この命令を果たせなければ僕は自由の身。そんなの嫌だ。いや、もう拘束されたい系男子。僕はこれからもずっとロザさんの奴隷としてあり続けたいんだ。これからもずっとロザさんに搾取されて刺激的な毎日を送りたいんだ。頼むの？でもダイヤモンドなんてそうそう手に入る代物じゃない。そうだな。どうしたらいいんだろう。これはね、多分分岐だと思うんだよな。なんかエンディングが3つ4つあんのかな。トゥルー1個のバッドが3つらしいから、今日はここまでにして次回ここからスタートしようかな。うん、じゃあそういうことで。それではシアンでした。またね。